状と写真は後で入れるもの用意しておこう。
三島先輩と稲本先輩の仕業よね。していてくれたのね、まつりちゃんとみゆちゃんみたいですね。始めましょうか。それじゃ、二人とも。よろしくね。目の前のが恵みで、私の目の前の人が
幸さんなんだけど。あ、そっか。ひなです。よろしくお願いします。えのきさちよ、その今日はよろしくね、みなちゃん。Thank you.
でもユナさん眠っているみたいだわ。なんだつまらないの。せっかく私とサチさんにお手本を見せてあげようと思ったのに。あら、めぐみは二人に見せてあげたかったの。え、あ、いや、やっぱいや、サチさんと二人の初体験を覗かれたくないです。私たち勝手ね。今までいろんな子たちのを見てきたのに。だってそれは仕方ないことだったんですよ。今は、ね、私もめぐみと二人っきりがいいわ。私こんなことを思っちゃうなんて。
だな。ユナに呆れられそう。サチさんに嫌われそう。そんなことないわ。嫌いになんてなるわけないでしょ。でも私も同じことを思っているわ。きっとめぐみの方が少しだけ早く気づいてしまったのね。それが許されないことを。だから言ってくれたんでしょう。言葉に出して自分を戒めたんでしょう。そうなのかな。ええ、そうよ。ねえめぐみ。はい。初めて言葉を交わした日のことを覚えてる？あなたが私に告白してくれた日のことよ。え、はい。私あの時はまだあなたのこと何も知らなかった。あなたも私のこと何も知らなかったでしょ。はい。でも私はあなたを好きになれた。あなたも私を好きになってくれた。私たち恋人同士になれたわ。はい。それからずっと長い間二人で過ごしたわね。そして少しずつお互いのこと分かってきて。
もう触って、私に触って。抱きしめてくれるだけでいいの。離さないでいてくれればいいの。はい、サチさん。サチさん。
めぐみ、私を抱きしめて。
あ、服はちゃんと後で着たのよ。その…ちょっと、なんでこっち見るのよ。だって…ちょっとね、大丈夫。その、ユナさん、本当に体におかしなところはない？こんなに憑依するの初めてだったから、ユナさんがなかなか目を覚まさなかった時はちょっと心配したのよ。うん、平気です。ユナちゃんはすぐに起きたのにね。でも安心したわ。目を覚ましてくれてよかった。何も言わずに行きたくはなかったから。ちょっとだけ付き合ってもらえる？どこ行くの？に見送ってほしいから。やっぱり。
たから私とめぐみは本当に結ばれることができたわ。ずっと何もできない日々を終わらせることができた。本当に楽しかったわ。私も楽しかったから。いるだけじゃない、いろんなこと知り合うことができたわ。そしてその子の思いを確かめることができた。その子が思いを実らせるのを手伝うことができた。大切な人と結びつくのを見ることができた。とても嬉しかったわ。とても楽しかった。したかと思うの。私もごめんね、ユナ。嫌なこといっぱい言ったかも。だってユナいつも済ました感じだったんだもん。いいのよ、まあ。またね。
またってそんなこと。ううん、めぐみ、私もそう思うわ。また会えたらいいなって。見えてた。あ、すごいキラキラしてた。
何？大丈夫？うん。やまね。寂しいんだね。
思えばわかる。あの時のみんなの言葉は私を傷つけるための言葉じゃなかった。多分私がいない時だから出てた些細な言葉、小さな本音が混ざっていてもきっと本心じゃない冗談交じりの言葉だったんだ。それでも私は一人で傷ついた、一人で心を閉ざした。そこまでの自分を否定した。勝手に人と触れ合うのを恐れて、そして屋上に上がった。そしてあの二人に出会った。あれから幾度目かの春に幽霊に会うというとんでもない経験から始まった。5月から今日までのこの半年間、いろんなことがあった。いろんな人に会った。出会った人の抱えた思いをこっそりと見守って時々手伝って、その思いが実を結んだ瞬間を見ることができた。嬉しそうに笑って並んで歩く二人の姿を見た。そして私も多分変わることができた。心の中にずっと刺さっていた小さな棘がようやく抜けた。消えてくれた。溶けてどこかに行ってくれた。そして大切なものを私を見ていてくれた。励ましてくれた。大好きな、愛してる、ひな。女の子の声、私もそう、女の子。でもまっすぐな気持ちでつながってずっと一緒にいたい。歩いていきたい。いつまでこうしてひな、あなたと手をつないで。
上に行こう。明日も明後日も雨の日も雪の日でもなるべく。もう二人はいないけど、でも教えてあげる。この半年間お昼休み。